これも見事だね。はい。伊賀で。伊賀で。はい。なんでこういうところに出るんですか。これがあの焙煎という方法である。貴重なことですね。色を変える役割を持たせてくれる錠剤があるんですね。まあ、昔ですとお歯黒とか、あの酢であったりとか、まあ、そういうような妙盤とか、そういうものを使われるんです。それをそうです。それを一回こう見通してあげることによって色の変化を起きる。もう単純にですと、もうこういう色合いになるんですが、まあ、そこにちょっとお助け番も入れると色の変化。市長、おはようございます。おはようございます。お世話になります。お疲れ様です。ちょっとずつこう変化なんですが、ちょっとこうなんか暗いのでね、あんまり変化は見えないです。